はい、匠ソフトです。父独語館2019年11月号特集「語らざれば憂いなきに至り」。今回の箇所は「意見判断」連載94番目「引きこもり115万人の衝撃」というところ。副題が「引きこもり回復の鍵は親にあり」。SCS カウンセリング研究所副代表臨床心理士の増田智彦さんの寄稿からです。私はこの引きこもりという方々、割と近いところに引きこもって、社会に出てこれなくなった方々を何名か知人として知っております。年齢的にも40代、もうすぐ50代になりそうな方々であります。作業所っていうのがありまして、そういう作業所で、回復プログラムというんでしょうかね、社会に馴染むというそういう趣旨なんでしょうか。多少のお給料が出て、もちろん市なんでしょうか、国なんでしょうかね、そういう、支援を受けて生活をされておられます。で、もちろん一人では生活できないので、自分の両親ですね、と両親の家で生活をするという方と、あと、まあもう一人の方はですね、奥さんが旦那さんを支えていると、旦那さんが引きこもってしまったという、まあ、そういうね、ご家庭のことを私も外から見ることがあります。やっぱりその引きこもってしまった方々とお話をすると、それぞれにやはり大きなトラウマというか傷というか、一緒ですね、トラウマと傷は、持っておられまして、なかなか一歩踏み出せない、社会に一歩踏み出せないという状況にあるようです。一人の方は、まあ、学生時代から大変、辛いいじめにあった方で、職場に行ってもなかなか馴染めることができず、無理をして働いたために心を壊してしまった、そういう経緯を持たれた方がお一人いらっしゃいます。その方をやはり見ていると、そのもう年数で言えば何十年も前のことなんですけど、その何十年も前のことがもう昨日のことのように自分の心の中に襲ってくる、心を襲ってくるっていう、そういう状態にあるようですね。だから若かりし頃に受けたいじめもまさに昨日のことのようにリアルに、思い出してしまい、衝動的になってしまう、そういう症状になるようです。でも確かに私たち、私なんかもそうですけども、苦い思い出とか嫌な経験っていうのは思い出すと確かにそこに心が戻るってことありますよね。そういう症状がずっと続いてるっていうのは本当にね、何とかしなくっちゃ、何とかして差し上げたいなって思うんですけど、一筋縄ではいかないですよね。かける言葉も正直ありません。簡単に言えません、私の言葉では。持ち合わせてないって言った方がいいかもしれないですね。そんな中のお一人なんだなと。まあ、引きこもり115万人っていうね、その中のお一人がきっとあの方が
数えられてるのかなって思うと、うん、この問題ってやっぱり社会全体で考えていかないと難しい問題なんだなと思います。今の社会、やっぱり一つの学歴だったり経歴だったり、それによって、お金を経済的な優位者になること、それが全てになってしまっておりますので、そこから一度外れてしまうとなかなか戻ることができない、またそこに戻りたいとどこかで思ってしまうんでしょうかね、いやもう戻りたくないって思うんでしょうかね。いずれにしても人が生きていく上で一つの価値観、一つの選択肢だけで生きなければならないような構造というのはやはり残念なことです。私たちは多様性の生き物です。人間は多様性があると思います。また人間一人一人顔が違うように心も違うし生き方も違うし、その違いを受け入れて生きていける、やはり教育なんでしょうね。そういうものが私たちの素地としてないと、自分たちと違う生き方をする方々をこう排除するっていうね、考え方になっていくのかもしれませんね。解決策をすぐに見つけ出すことはきっとできないかもしれません。でもそういう方々がいること、引きこもりに苦しまれているご家庭があること、その中で私たち一人一人生きていること、どのように支えていき、また社会がそういう方々を、またこの社会に復帰させることができる、そういう社会の活動を考えていかなければならないんでしょうね。果たして私に何ができるかな、私は自分に問いかけたときに、やはりそういう方々知り合いにいるので、お会いしたときは楽しく話す、そしてやはりその方々はね、敏感ですからよくわかります。友達ではないっていう認識をその方々が私に対して持ちますよね。でもやはり友達のように会話をし触れ合うこと、これが私に今できることなのかなというふうに思います。私もね、働いてますし時間の制約が相当にある生き方をしているので、そういう方々と会うという機会はね、本当に今限られた時間、もしかするともうほとんどなくなってしまってるんですけど、でもそのような方と触れ合う時には友達のような感覚でお互いに楽しく話せるようにしていきたいなと思います。何ができるか、私に何ができるかといったら、やはりそうやって隣人を愛するということね、聖書の教えになっちゃいますね。それがやはり大事なんじゃないかなというふうに思います。はい、今日はそんなことで、ここら辺で閉じたいと思います。それでは皆さん、また。